では偉人町に移動します。でちょっとおさらいしておくと、江原が痴漢の有罪判決を受けた後に後出しするための証拠がどこかにあるはずなので、見つかってない凶器がどこかに隠されてるんじゃないかと、まあそんな感じの話を直前の江原との接見では話したんですよね。ただまだ隠し場所を特定するほどの材料はないので、一旦偉人町に戻って向こうのみんなと合流するわけだ。これでもうカムロ町には戻ってこないかもしれない。誰だ？99課の誰かかな。もしもし。しもしも。よーターボー。お、今どこだ？相棒。ちょうど横浜に戻ってきたとこだよ。何？もしかしてどっかから俺のこと見てた？今頃気づいたか？お前がいかがわしい店に通ってるのも全部お見通しってわけだ。お前じゃねえんだから。海藤さんはどこにいんの？無視した。ハンピンリューマンのとこにいる。へえ。星野くんと東も来てる。星野くんも？ああ。ハンピンのとこいんの？そういえば横浜に行くって言ってたな。そうだな。江原の奥さんと会うって。ああ、そんなこと言ってたわ。お前もこっち来られるか？ちゃんと手抜かずに仕事してたか？報告に。誰に言ってんだ？すがすがしいほどに偉そうだね。仕事してたわ。じゃあな。変態捕まえてたっつーの。大仕事だよ。カイトさん変態捕まえたことないもんな。この業界は変態を捕まえて初めて一人前とされてるから。で、反転工事ここですね。アンピンリューマンのアジト、ここに星野くんも来てると。そうだな、江原の奥さんか。なんでその発想なかったんだろうってくらい聞かなかったよね、その切り口。なるほどね。ああ、なりきん野郎いいんじゃねえか。もう今さら倒してもしょうがないんだけどね。なりきん野郎なんか。まあ星野くんにもそろそろ手柄立ててほしいもんだね。星野くんが立てた手柄、黒川学園の制服が可愛いことに気づいたことくらいだから。しかもキャバクラで大幅減点してるし、さすがに何か収穫あったんじゃないの。うわ、みんないる。フルメンバー勢ぞろいって感じだ、ね、いやーいいな。主役をお待ちしてたんですよ。よくそんな面と向かってごますれんな。星野くん。ごまをすれるのは高いコミュ力の証ですぞ。いや、つくもしもここに。お疲れ様、八神さん。なあ、座れやターボ。なんか東とつくもしが同じ空間にいんの新鮮だな。そうか、じゃあお前また法廷に立つんだな。そのつもりよ。沙織さんのサポート役だけどね。ああ、なるほど。お前はいらねえってよ。そうなると僕は江原さんの構想、法廷にいなくてもいいんですか、ね、家で可愛い制服でも探してろ。ん？いや、どうだろう。そこは沙織さんと話してみたい。矢神が適当に濁してる。星野くんやべえな。そろそろ役に立つとこ見せねえとクビになるんじゃねえか。僕だって役に立ってるじゃないですか。それなりに。なんかあったっけ。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろう。青い野郎だな、この弁護士。全員に舐められてる。初対面の鉄装にも、はあ、ギャングに口で言いまかされてる。若造にも舐められてる。俺からの報告はそんなとこ。そっちはどうだ。うん、情報交換しないと。偉人町でみんなが聞き込んできてくれた情報を集めて整理しよう。いや、東が珍しく八神を褒めるくらい舐められてたもんな。星野くん、八神がいるならいらねえだろって今のちょっと嬉しいね。桑名の居場所は分かったか。江原の奥さんと会ったって。 RK の様子はどうだの3本です。ちょっと次回予告みたいになっちゃったけど、桑名の居場所を探ってたのは海藤さんと杉浦のコンビだよな。桑名の居場所はまだどこにいるかつかめない。ああ、
あいにくな。まあそうだろうな。偉人町中を聞き回ったんだが手がかりなし。まあこれは正直ないだろうと思ってたよ。アルケイもクワナを探し回ってる。奴らまた俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてるよ。それは裏を返せば向こうもまだクワナを見つけられてないってことだよな。そりゃそうだな。なるほど、そうとも言えますね。クワナさん、この間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな。ああ、これな、ヤガミも死にかけたしな。生きてるとは思うよ。無傷かはわからないけど、俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ただ問題はこれから先の話だな。先の話？楠本玲子に裏切られたと知った今、ああ、桑名がどう動くつもりなのかまるでわからない。そうだな、まるでわからないな。俺なら裏切りは許さない。こっち視点でも桑名もそう考えるんじゃない。どうかな。裏社会を長く生きてりゃ当然。いやー、楠本さんに制裁っていうのは楠本玲子を付け狙ってると考えにくいけどな。ああ確かにそうか。そうなの。俺それなんか今まで見てきたクワナがやりそうな感じに思えないんだけどな。楠本さんには楠本さんの事情があることも理解してるでしょ。それで逆恨みみたいなことはしないと思うけど、まあまあ、クワナに対しての情報はなしってことね。で、江原の奥さん、これを調査してたのは星野くんだな。まあ東も一緒にいたのかな。星野東コンビ、珍しいコンビだよな。星野くんと東は江原の奥さんに会ってきたんだよな。うん、どうだった。ねえ、ただ収穫は。おいおいおい、もうなしです。星野奥さん、江原からは特に何も聞かされてない。ここで何もなかったらもう何もないでしょ。星野くん、4年前に一人息子が自殺しちまって、それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。離婚してないのは手続きする気力もねえからだと。いや、そりゃ辛いね。敏郎くんと暮らしてた時のまま、うわ、同じアパートに住み続けてるみたいです。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔してた。じゃあ今の江原のことは本当に何も知らないんだな。江原は捕まってることには何か言ってた。興味ないそうです。あ、その裏で息子の仇を撃ってたかもしれないことは、三越場の殺害動画も。あ、確かに見てない。何か思うとこあんじゃないの。見てないって言ってました。あ、そう。マジで。なんていうか、ほんと取り付く島もない感じで。せっかく横浜まで来たってのに冴えねえもんだ。まあしょうがないけど、星野君にはがっかりだよ。で、あとはてか、RK の様子、これは誰担当だ。つくも市でもないよな。つくも市にはさ、あのペンダントの解析を任せてたけど、ここにいるってことはその収穫あるんじゃないの。この選択肢にはないけど、 RK の様子はどうだ。これ誰。委員長で RK は今どんな様子。どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。ああ、海藤さんか。それに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ。遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえ。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみてえだ。マジで。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。嫌がらせ。一番ホールディングスもいんのに。ああ、堅気の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。で、そこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒でせびってきた。ヤクザじゃねえか。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。それもずいぶん昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。みかじめってやつだな。相馬はあいつまだ偉人町にいそうか。いや、あいつの情報は全然でな。偉人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。相馬は阿久津と違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのは
かなり骨だぜ。そうだな、忍びだもんなあいつ。公安の手を借りてるならなおさらです。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょ。偉人町、いやもう3つも選択肢選んだのに収穫なしじゃんよ。え、報告こんなとこなの？つくもし、あれはペンダント。みんなの報告はこんなとこか。そのようですね。では僕はもうこれで、引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います。ああ期待してるぞ、うん、つくもし。ちゃんと無事でいるといいんだけどね。え、これから何すりゃいいんだ。ちょっと手詰まりになってきた感あるけど、しっかりやってるんですね。頼りになるぞお前と違って。それに引き換え今回影薄いね、星野。はっきり言われてる。持ってるって空手の腕も全然活かされないし、ね、プレイヤーがうっすら思ってること全部言ってる。縁の下で力を発揮するタイプですからね。じゃあそろそろおいとまして神室町に戻ります。東さんはごゆっくり。お前マジで来たかいないな、横浜まで。この後はどうする、タボ。今夜はもう上がりか。なら、テッソンが止めてくれるっつってたぜ。え、ここに？ああ、別に構わねえ。別に99巻に止まればいいんじゃないの？まあでも99巻に止まるより安全なのかな。ハンピンの島に止まらせてもらった方が。まだ休まないにすると？俺はもう少し動くよ。別にこれね、休むを選んだらもうストーリー最後まで行っちゃうわけじゃないよね。神室町では最後の自由時間ですよのやつ出たけど、まだ言われてないもんな、偉人町では。ちょっとそれ今警戒してるからさ、いつ言われるかわかんないじゃん。いや、ユースドラマの最後の物語ね、せっかく潜入先全部やったんだから、まあずっと言ってるけど、やりたいわけだけど、これ昼間を指定されてるから時間帯となると、まあ一晩泊まらせてもらった方がいいのかな。あれ、てか東もここに泊まんの？まさか自分があのハンピンリューマンのアジトに来るとは思ってなかったぜ。あのなんだ。ここらはちょっと前まで偉人さんって3つの組織がバチバチでな。よく知ってるよ。ハンピンリューマンもその一角だったんだ。あと一番ホールディングスな。一番ホールディングスを加えて偉人町四天王だから。兄弟、さすが頼りになりそうなのが揃ってるじゃねえか。気のいいやつだな、本当に。ここに桑名もいりゃ、もっと公安と張れるようになるんだがな。まあそうだな、協力できればよかったんだけどね。公安相手にするんだったら。じゃあ今日のところはどうする？休ませてもらおう。今夜はじゃあ一晩泊めてもらえる？悪いね。お言葉に甘えて。兄弟。いや、しかし収穫なしよ。こういう時はもうつくも市に期待するしかないよ。あ、昼前になったかな？ユースドラマ行けるかな？桑名も相馬も見つからないみたいだし、もう偉人町でやれることはないかな？え、やれること、ああまだ最後のもうあの警告文に怯えてるからさ、最後の自由時間ですの。でも何遊んでんだお前。なんか前もこういうことあったよな。これなんか海藤さんの癖というか、ドローンの操作好きなんだな。ドローンバトルしようぜ、オンのドローンと。あ、当たり判定ないな、これ。東はどうすんのこれから。八神、俺はしばらくこっちに残って兄貴と動くぜ。ああそう。お前らに手貸してやるっつってんだ。いや、ありがたいと思ってるよ。どうやらでかい敵らしい。ここで抜けちゃう男が廃るってもんよ。お前たまんねえな、マジで。お前たまんねえな。で、兄貴の方は遊んでんじゃねえぞ。いや、タボ、テッソーがドローン飛ばしてみせろって言うもんだよ。テッソーの頼みなんだ。自分らの島を上から見るのは初めてだとせ。まあ面白いもんだな。俺も今度自分の買うわ。ちょっと仲良くなってる。この二人ちょっと仲良くなりそうだもんな。いいわ。あ、え、ちょっと待てよ。準備を整えるっつってるけど、これからの八神の行動はどうしたらいいのかな。一旦ちょっと外出てみようか。
あ、でも目的地は99階になってんな。何か収穫あるのかな。どうなんだよつくもし。よっしゃ。おおー、杉浦がいる。お前でいいのか。あ、八神さん。もう偉人町でやれることは全部済んだ感じ。そう言ってたけどさっき。いや、どうかな。出たついに出ちまった。カムロ町での自由時間は終えましたが、偉人町でもこれが最後の自由時間。やり残したことがある場合、これが最後のチャンスです。あるよ、あるある、やり残したこと全然あるって。いや、まだやることがあるんだ。ちょっと待っててもらっていいか。わかった、ならいいんだ。え、ちょっとつくもし、あのペンダントの解析楽しみにしてたんだけど。あれは何かあるでしょう。もうあれ最後の最後にあれなんだ。いや、もう話しかけらんねえや、つくもしにも。じゃあもう準備ができたら杉浦に話しかけて。なんかジャッジアイズの時もそうじゃなかったっけ。一番最後の時ってさ、なんか窓口が杉浦じゃなかった。八神さん、もう準備はできたって。よし。うわ、一番せんべい持ってきた猫が。わかってる猫だ。ちょっとポケットパンパンで受け取れなかったけど。よし。で、最後の自由時間になると、カムロ町の時もそうだったけど、時間を自分でコントロールすることができるので、昼まで休めば、今夕方なんだね多分、昼と夜あるから、時間帯を昼にすれば天沢んとこに行ってユーストラマの最後の物語を進めることができると。じゃあこっから先はもうそれだな、もうそれだわ。じゃあ悪いね杉浦、中で待ってていいぞ、こんな外じゃなくてソファーで待ってろ。ああ、こっからはプロフェッサーを突き止めるところまでユーストラマの物語を進めようと思います。で、まあサイドケースとかでこっちでやれるやつもまだあると思うけど、それ電波探偵とかも終わってないもんね。まあその辺もある程度消化して、ちょっとこれはもうストーリーの最後に向けてやり残しを潰す時間になりましたね、完全に偉人町でも。なので、まあ物語のラストシーンはもう少々お待ちください。やり残したこと全部やりましょう。いや、でもこっちの話もな、本編の物語と同じくらいの時間かけてるからね。楽しみにしてたぞ。天沢、いけるか。八神さん、準備はよろしいですか。ここからユーストラマの真相解明編が始まります。ワクワクするじゃないの。このシナリオが開始されるとクリアするまで他のイベント進行が止まります。これはさすがに気合い入ってるとこだよな多分。ちょっと待ってね、改めて言っておくけど、まあやっぱりこの中にいるんじゃないかなとはちょっとと思ってます。まあケントと糸倉さんだったら、どちらかといえばやっぱり今までの言動からして糸倉さんなのかなとも思ってるけど、ただまあケントの存在も不審といえば不審なんだよな、ちょっと。よし、始めようぜ天沢。ああ大丈夫だ。もう今までの潜入先でプロフェッサーの情報がもう本当にちょっとずつ小出しにされてきたから、それらを全部合わせることで見えてくるものがあるはず。では一つ一つの事件を振り返り、分かった事実を整理してみましょうか。まあちょっと覚えてない部分もあるけど、結構時間かけたし、ここで、うわ、ちょっとこれもういい、ワクワクするぞ。こいつらが一つの画面に収まってんの。ダンス部、メイドインヘブン、ロボット部、轟き検討ジム、偉人町ハンズ、写真部、 e スポーツ部、カジノ、ガールズバイト、
どれから調べようかな。怪しいな。あ、怪しいな。どうしました？八神さん。早く事件を振り返りましょう。ああ、そうだな。各事件はホワイトボードにまとめてあります。気になるものから振り返っていきましょう。糸倉さんとかケントは、ここには呼び出さなくていいの。まあ、あの二人一緒にいられないもんな。どうしよっかな。一番最初にクリアしたのってなんだっけ。あ、クリアしたので言うと e スポーツ部か。怪しいな。これはまあ序盤に触れた潜入先にしてはかなり短い方だったし、まあちょっとダンス部から行こうかな。クリアしたのは最後の方だったけど、一番最初に関わったのはダンス部だもんね。そもそもここがきっかけだった。ダンス部、高梨舞香、裏サイトを通じてパパ活をしていた女子だ、うんうん、調査の結果プロフェッサーの裏サイトがダークウェブに実在することが判明しましたね。そっかその裏サイトがあるっていうのも最初は噂レベルだったけど、本当に存在するってここで分かったのか。生徒たちは専用のブラウザをインストールし、ダークウェブにある裏サイトにアクセスしていたようです。いや、ちょっとそう、この話もな、糸倉さん、怪しいエピソードにつながるんだよな。プログラミングが得意っていう話、ロボ部の話で急に出てきたから。つまり、このことからはプロフェッサーはネットワークに関する高度な知識を持ち合わせていた可能性があります。そうだね。ロボ部でもその力を生かしてたから。ああ。もしくはそういった人材を抱えているかだな。そういえば、また高梨さんがパパ活をしていた理由ですが、調査の結果彼女の動機が発覚しましたね。それもそうだな、糸倉さんのためだったんだよな。ああ、高梨がパパ活をしていた動機はこの人物に深く関係していたんだ。あ、これが糸倉さんだけど、ちょっと外してみたら面白いツッコミしてくれたりするかな。この人物だ。この人かな。いや、甘沢だろ。あ、なんだ、汎用のセリフか。え、どうしてですか。どうしてだっけ。ああ、これ汎用のやつか。あ、ごめん。まあ、それが糸倉さんのためだったんだよな。不登校になった糸倉さんのために、なんかこう授業料を稼いでたみたいな。そう、糸倉琴子だ。糸倉は半年ほど前、文化祭実行委員で委員長を務めていた。高梨も実行委員の一員だったんだ。だが糸倉の先制的な振る舞いに実行委員のメンバーは次第に愛想を尽かし、反抗的な態度を取るようになっていった。ケントもそのうちの一人だったんだよね。それはロボ部の時に明らかになったんだっけ。会議をソース感されたなんてこともあったらしい。ええ、辛かったと思います。いや、でもなんかほんとこう、なんかな、整理すれば整理するほどちょっと糸倉さんに向いていくな、矢印がぐれてしまうきっかけがあったってことだもんな。結果文化祭は大失敗、糸倉さんは以来不登校になってしまったんです。こうしてダンス部のパパ活女子の正体は明らかになったわけですが、事件はまだ終わりではありませんでした。ハンドルネーム踊るウサギなる人物がライバル校ののりづきさんに暴行依頼を行ったことが分かったのです。その正体は意外な人物でした。コメッチでしょ。ああ、コメッチさんね。のりづきゆりえへの、のっぴーへの暴行依頼を行った踊るウサギの正体は、まあちょっとね、ゾノが怪しい感じに最初は押し向けられてる、ストーリー的に感じがあったけど、実際やってたのはコメッチさんだったと。ハンドルネームコメッチこと米門先生、ダンス部顧問の米門がノッピーの暴行依頼を行った犯人だったんだ。だが榊場によると、ああ、一番せんべいで釣った榊場ね、プロフェッサーは高い依頼料を提示されたにもかかわらず暴行依頼を断ったらしい。うんうん、そうだな、金目的ではないっていうことが判明したわけだ。そうだな、プロフェッサーに関して手に入れた情報ってそのくらいだったんだっけ。結局このことから推測できるのは、プロフェッサーが仕事を引き受ける基準はお金ではないということですね。これ一つだけだと大した情報じゃないけど、
他のと合わせた時にどうなるか。ああ、プロフェッサーが仕事を選ぶ上での基準が何なのかは気になるところだな。金じゃない場合って、なんだろうな、動機。まあ、写真目の鳥部さんみたいに啓蒙するみたいな。そういうちょっと斜め上の思想も考えられなくはないけど、まあ、あり得るのはもう個人的な恨みとかなのかな。で、まあ、ダンス部が最初に関わった潜入先でしたね。で、その後に関わって、で、ストーリー的にも短かったので、最初にクリアしたのが e スポーツ部になるんですよね。これ順を追っていきましょう。星稜高校 e スポーツ部部長三本松玄也、彼はチートツールを利用し不正な勝利を収めていたんだ。三本松くんはそのための技術的な支援をプロフェッサーから受けていたようです。チートツールのプログラムは普通の高校生では組めないような高度なものだったらしい。そうだな、実際にバーチャファイターやってる時に矢神の操作が止まったりしたんだよな。あれは面白い演出だったな。つまりプロフェッサーはそんな高度な技術、ああこれもちょっとなんか糸倉さんのプログラミングにつながっちゃうな。そういえば言われてみると e スポーツ部のストーリーやった時はまだプログラミングの話出てなかったけどさ、糸倉さんの、今にして思うと確かにそうだな、そんな高度な技術を持っていたってことになる。糸倉さんならできるんじゃねえかってちょっと思っちゃうもんね。でダンス部 e スポーツ部と来て次に潜入してクリアまで行ったのが轟検討ジムだったよな確か。これのストーリーは俺好きだったな。最後の剣矢のわしプロになるみたいなことを言ってた最後のシーンはちょっと泣いちゃったもんだけど、ボクシングジム辻殴りの事件だ。格闘技のチャンピオンや腕に覚えのあるゴロつきばかりが辻殴りと呼ばれる正体不明の男に次々と決闘を申し込まれたんだ。その正体はこの人物だったんだ。辻殴りの正体ね。まあ剣とでも大外れではないけどまあ結局剣矢だったんだよねこれは。その正体は押し切り剣矢、元空手部でボクシングジムに入って早々天才と評判になった男だ。押し切りが辻殴りをする動機を説明する証拠品もある。あ、剣矢が辻殴りをする動機、そのね、親父への恐怖を断ち切るために強くなりたかったんじゃなかったっけ。あれ、辻殴りをする動機を説明する証拠品、あ、え、これか。プロフェッサーから押し切りに届けられた手紙、まあ、プロフェッサーからのコンタクトっていう点だとこれだけど、ああそうだそうだ、格闘大会玄武会で剣矢はチャンピオンになったけどそれは八百長だったっていうのをプロフェッサーが吹き込んだんだね、剣矢に。それで実力でも勝てるっていうところをなんかこう見せたくて見せたくてっていうか確認したくて辻殴りをしてたわけだ剣矢は。あれそんな感じだったよな確か。ちょっとうろ覚えになってる部分もあるけど当たりかなこれ。押し切りは父親の押し切り不動への恐怖に抗うために強くなる必要があった。いやでもなんかこれもう全部すでにやったことの振り返りなのに面白えなあ。こうやってひとまとめにすると全部バラバラの事件だったけど、そのために押し切りは玄武会に出場していたのだが、うん、親父への恐怖を断ち切るためにこれまでの勝利は八百長によるものだと知ったんだ。つまりプロフェッサーから届いた告発状によって。ということはこの事件で残された謎はプロフェッサーが押し切り君に告発状を送った動機ですね。つまり玄武会や賭博サイトの運営側にいるプロフェッサーが八百長の事実を告発してしまったら自分たちの利益を損なう恐れがありますから、少なくとも動機はお金じゃないと。ああここでもそうなるか、やはりお金ではないと考えられます。要するに察するにね、やはりプロフェッサーの動機、これが事件を解き明かす鍵になりそうだな。ああなあここでも同じ話になっちゃったな。そうか、
次にやったのって何だったっけ？ロボ部だったっけ？ロボ部は良かったな。ロボ部が一番好きかもな、この潜入先のストーリーの中では。そういう人多いかもね。もうあの最後の変形だのシーン、何回思い出してもちょっと泣きそうになってしまうもの。怪しいな。本当に良かったこのエピソードは。でその一番良かったロボット部のエピソードに関わってるもんな、糸倉さん。ロボット部か。ロボットによるひったくり事件が町で起きており、その調査のために潜入をしたんだ。その結果明らかになったひったくりロボットを設計していた人物は、これ車崎くんだよね。ああ、こう車崎くんですね。うん。ひったくりロボットの原型になる設計図を作ったのは彼でしたと。私はずっと沖手川くんのことを疑っていました。真相を見誤るなんて不覚です。ひったくりロボットのラボでは一つ重要な証拠品が手に入ったな。なんだっけあれちょっと覚えてないかも。これは全ての飛行事件におけるプロフェッサーの動機を理解する上で非常に重要な証拠品になるはずだ。ここで手に入れた、これなんだっけ。あ、これは車崎くんの設計図か。あ、これか、プロフェッサーの指示メモ。プロフェッサーが神経貧同盟の部下に向けて出したメールの本文をメモったテキストファイル。そうだそうだ、なんかそんなの見つけたんだっけ。で、8人の生徒をリストアップしてた。そうだったわ、そうだった。そのうちの一人が車崎くんだったってことで、ロボット部のエピソードで手に入れた最も重要な証拠品がこれだったのか。いろいろ記憶が蘇っていくな。証拠はラボのノートパソコンに残されていたプロフェッサーからのメールのメモだ。プロフェッサーは車崎くん以外にも7名の生徒を飛行に導くよう神経貧同盟と共に計画していたらしい。つまり合計8名。プロフェッサーが何を基準にその8名。あれ8名？ちょっと待ってよ。潜入先ってミス犬を除いて全部で9箇所じゃなかったっけ。8名？あれ8名で合ってる？プロフェッサーが何を基準にその8名の生徒を選んでいたのかは謎ですが、8名の生徒を明らかにすることはプロフェッサーの動機を推理する上で重要な手がかりになると思います。